ですが、太陽は東から昇って西に沈むけど、月はどこから昇ってどこに沈むのか教えてください。天才うさぎのぺこちゃんにぜひ教えていただきたいです。太陽と月は真反対にいます、皆さん。だから太陽が東から昇って西に沈むのであれば、月も東から昇って西に進みます。時計回りです、要は。時計、半時計回りです。12時の値に月が来たら真下に太陽がある。それが、ね、世界の断り。わかる？で、ペコーラたちの今ペコランドが夜だったら、そのペコランドの真反対の国は朝って言われてると同じで、そうなってます。は？何？わかんないの？やば！さすがにそれやばいよ。ペイントで教えてあげるよ。ちょっとこれ、知らんと恥ずかしいで。はい、じゃあ行きますよ。簡単にね。はい、これ地球、アース。これ、アースね。地球、皆さんが住んでいる地球でございます。じゃあまあ、太陽が、西がここね。西。あ、これ東だ。これが東だから、西で、北でしょ？北海道が上だから、北で、南でしょ？太陽は東からこうやって登ってくわけよ。これがこれの真反対に月があるんだよ。月がこう行くよねっていう話だから、反時計回りなの。反時計。正解はこれです。月はどこから登ってどこに沈むのか。西から登って東へ出ます。それが正解。これあれね、テストに出るからみんな。ちゃんとこれ、復習しといてね。ペコーラ俺恥ずかしいよ。はい、じゃあ、あんたたちはじゃあ答え言ってみなよ、じゃあ。これ説明できるの、じゃあ。ペコーラが言いたいのは、太陽の裏側には月がある。月と太陽は向かい合わせにいますよって。ガリレオが泡を吹いている。もう知らないよ、ガリレオさんがさ。月の、真反対には太陽がいて、太陽の真反対には月がいるの。ソウルイーターで見たの。そうやって。わかる？日食はどうするんですか？日食ってなんだっけ？あー、日食って、あの黒いやつだよね。なんか月がこう、なって。これでしょ？日食。知らね。これどうなってるか。雲じゃね？なんかでも黒い、なんか他の惑星だな。他の惑星が、月に被ってんだ。賢い。そういうこと。ペコランドはどこに位置してるの？ペコランドは、ここら辺に、こうやってウサギの惑星がある。もうこの話やめね。これね、誰も得しない。ペコーラのこの頭の良さしか、きっと、もう、たどり着けないから、これね、水かけ論になる。説明下手だからな、ペコーラ、きっと。小学校の先生が泣いてます。小学校はこのレベル出ない。小学校でじゃあさ、月の話した？してません。